久保さんウィリアム・サッカーレーさんいいこと言いますねこれねあれなんですよねもちろん所有してるっていうのもなんだろうなでも所有してるは今現行なので、まあ、おまあそれも思い出っちゃ思い出かもしれない昨日の思い出みたいな話ですけど手放すともう完全思い出になるのでだから逆に言うと僕は34をね10年乗りましたけどもいい思い出ですよね 手放,したこと手放したことによってはい手放したことによっていい思い出になるっていう、まあ、あの猫ちゃんもねあの里親見つかりまして手放しますけどいい思い出になると思います <laughs> いい思い出に <laughs> だ手放すっていうのは思い出を作ることだよって話でだたくさん手放してきた人はあ思い出がたくさんあるんじゃないですかね そう手放すってことも悪くないよって話ですね。ル、う、ル、ん、ちゃん,なん僕結構言われましたもん。ルル<の>ちゃんが里親見つかりましたって言ったら「えー、なんでですか?」みたいな。みたいな結構言われたんですけど34、まあ、も言われましたよね34もめちゃめちゃ言われましたけどでも思い出になりますからねで思い出になったやつは記憶として残りますんで。 まあい,い,いい思い出ですよね、うん、出,出会いがあれば別れあるって話です久保さんもどうせ死にますから僕も死ぬし久保さんとやりとりしたこれも思い出作りじゃないですか久保さんが亡くなった時に多分久保さんの人生の中で僕の人生の中でこんだけやり取りする人は多分一生出ないと思いますどうですか久保さん僕以上にやり取りする人出てきます 多分死ぬ時に僕が出てくるんじゃないですか。ああ、今日、あの、あ億万長者合宿の動画返せずに死んでいくみたいなね。で、あの死ぬ間際、動画撮ったとしても、次の動画はもう俺は見れないんだ。吉谷さんからどんな動画返ってくるんだ。明日死ぬな。みたいなね。<laughs> そうで。これやり取りしてるからね、いい思い出作りじゃないですか、これ。思い出作り、億万長者合宿の人生の中で。まあ100 これだけやり取りできるのは、僕と久保さんだけだと思ってます。さすがに <laughs>。行ってらっしゃい。